キュンです。キュンです。キュンです。皆さんこんにちは。みやきチャンネルのみゆと、ハクトと、ゆめです。キュン。はい、今回はもう新学期ですね。2年生になる。ゆめは何年になる？4年生。で、みゆはくは？中2です。はい、ということで身長と体重を測っていきたいと思います。すごいね、ハクト。嫌がらんなんだな、今日は。嫌だよ。でもちょっと体重やったけど。もう慣れた？体重だけ。体重やった。慣れていません。夢は？慣れた。おお、さすがですね。夢高くなった？ちょっと分かんない。分かんない。はい、じゃあ測っていきますか。いきたいと思います。それではレッツゴー。じゃあ誰から行く？ゆめから行きますか？またまた。よし、ゆめから行こう。どうする？体重が早い。早っ。よし、じゃあどうぞ。はい、29.8。 おお。30いってないじゃん。ギリ30いってない。やったー。感想どうですか？やったかな。ない。ない。なんかあれよ、そこは。はい、じゃあ次身長だけど、あんたポニーテールだからやりにくいですね、ちょっと、うん、はい、まずちょっと一回ゼロからあれを見てみますんで、ちょっといい夢。はい、ゼロですね。200。てたん。はい、こんな感じで。そうですね。よし、じゃあ行きましょうか。果たして伸びたのか。じゃあかかとをつけてもらって。こうかな。かかと OK。 はい、背筋をピン伸ばして。 OK。 ピン。オッケー。オッケー。はい。じゃ、まっすぐになってますか？なってますよ、ちょっと待って。はい、はい、いいですか？はい、はい、136.8。 イエーイ。136.8 でした。高くない？136.8。 6.8。おー、分かったじゃないですか。伸びたかな。分かんない。分かんない。前回どうだったっけ？高いじゃん。高いね。すごい。すごいやん。感想一言お願いします。ない。やば。まあ小学4年生、春休み終わったら小学4年生ってことで、4年生もいっぱい体重増やして、いっぱい身長を伸ばしてください。はい。はい、次みゆ。どっち行く？はい、ハクトかもしれん。ミユクは、はい、行くんかい？体重から？どっちでもいいよ。どっちでも選びますよ。身長から。身長から、はい、はい、じゃあ肩つけてね。私より高かったな。すごい。めっちゃ高い。はい、高い。ミユより伸ばしてよ。待って、無理かもしれん。はい、で、すごいじゃん。はい、ミユが背伸びしてますね。はい、顎引いてるね。よし、まっすぐなってます。はい。うん、取らせて。ねえ、まだ私見えんよ。 155.7。 えい、すごいじゃん。これですね。すごい高い。 155.7 です。どうですか、感想は？高くなって嬉しいです。それだけかい。それだけがいい。じゃあ次、体重。怖い。体重。体重いきますか。意気込みお願いします。やった。いやだ。シンプルか。シンプルですね。ハクトお願いします。ハクト、重そうな服着とるやん。あ、確かに。いいよ。はい、行きました。ちょっと足を広げてもらっていいですか？どっち？お、あ、42.8。 詐欺だ。でも細いじゃん。詐欺やん。42.8 でした。遅いやんけ。服が1キロぐらいありそう。そんな太く。どうですか？感想をお願いします。そんな太く。太った。太った。毎日着て変わらんくない？前40になった。まあいいやん。結構食べてるよな、俺。あ、めっちゃ食べる。食べるね。一番食べる。ミュウも結構食べるね。最近はね。最近ミュウ越しそうだね。おいしい。なんかミュウもよう食べるけどさ、身長なんかまだ逆転した？最逆転、まさかのって言われるんだけど、あの TikTok とか。俺なんかあれじゃない、1位なんかハクト越したじゃん、1回。
これまたミュが逆転したかもしれない。え、そうだよ、ないんじゃない、厚底のせいかなって思いだったんだけど。よし、じゃあちょっと行ってみますか、ミュ。はい、身長からいきます。いや、逆転しとるかもしれないよ、ひょっとしたら身長から。え、誰か手を挙げ。でもあれだね、ポイント横にとやったらいいな。横にいや、ポイントやるけど、無理だな、無理だな。 いいよ、その下を測ればいいんだって、ゴムのところ。ですけど、いいや、そのそう、今向かった。はいはい、ちょっとポニーテールがなんか身長を測ることをちょっと忘れてて。いや、それないやろ。ポニーテール高めにしてて、ちょっと下ろしてるってちょっとやばいんですけど、まあ測りたいと思います。タクト、はい、下げろうとしたね。してないよ。ポニーテールで下げろうとしました。はいはい、いいですか。はい、ついてるよ、ちゃんと。はい、待ってよ、もう少し。ちょっと近いな。こうやって言って書いてます。はい、じゃあ行きますよ、OK だね、まっすぐ。はい、 155.2。 イエーイ。おお、すごいじゃん。え、俺なんだった。 155.7 だけ、ハクトのが分かんない。まだ負けてますね。マジか。 155.2 でした。でも並んでみて、ハクトとか。そんな変わらない。なんで見るのが高く見えるだろうな。なんかね、こう見たらなんか、まあ、いやでもちょっとあれか、若干ハクトの方が、うん、やっぱ高いわ、ちょ若干。目の位置はちょっと違う。目の位置って顔の大きさが違うんだよ。あ、確かに。失礼失礼。さあ、せん。はい、じゃあ達成した。体重さ、体重いきますか。はい、いきます。先を食べる系な。40キロいっとるかな。はい、じゃあミュウいきますよ。はいはい、意気込みお願いします。意気込みお願いします。頑張ります。はい、もう欲しい。40キロちょうど。ちょうど40キロです。やだ、おめでとう。やめてください。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。どうですか。ちょっとダイエットします。え、線でいいよ。線でいいや。いや、しますよ。前何キロだったっけ。38かな。え、結構。あ、結構。あ、これが重いんで。1キロ引いたっけ。これ39だとしたら1キロ太ったって感じや。まあ、まあそんなもんやろ。いいじゃん、別に線も1センチ。正月太り。正月太りではないですね。っていうことで、はい、中2と小4、うん、を頑張ってくださいっていうことで、皆さんの成長が見えて嬉しいです。はいはい。ゆめはどうだった。何にもない。嘘やろ。ハクトはどうだった。ちょっと体重減らしたい。いや、いいや、もっと身長を伸ばしてね、行こう。そうやね、身長が伸びたら、まあそうそう、体重もそのままいけるから。160きたい。おお、行くやろ。父さんだって175あるけやね。うん、まあ父さんは越して。うん、越します。こそ。ミュウはどうでした。まあまあちょっと悪かった。ミュウの身長の目標は何センチっけ。170。おお、じゃあ頑張って。でもやっぱり食べるのは伸びんけやね。うん、今のまでいいと思うよ。はい、食べて運動して痩せるってのが一番理想。はい、ダイエットは体に良くないし。ダイエットは体に良くないし。母さん、じゃあ映すよ、母さん。変な踊りしておるけど。お母さんがダイエット中。ダイエット中。ということで、まあね、ダイエットは、食を減らすダイエットは良くないんで、やっぱりしっかり食べてね。しっかり運動して。運動して、やっぱ身長は伸ばす。で、健康な体でいくと。はい。はい、ということで、新学期も頑張ってください。はい。勉強も。はい、頑張ります。部活も、いろいろ。はい。今回は、新学期になるので、体重と身長を測ってみました。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。バイチャ。バイチャ。バイチャ。